あ、じゃあよろしくお願いしはまい。す。週刊ウニでございます。よろしくお願いします。岩井まさか YouTube でやっております。お相手は、はい、三好はい。でございます。あ、よろしくお願いよろししくお願いましす。ます。そして今回は、三好さんがロゴを作ってくれたので、それのご紹介とはいうい。ことで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すぐ共有しちゃいます。これですね。おう、あ、こうやって見る一応、と、割とすっきりしてるね。一応俺私が、の原案が上で、まあ、岩井さんが黒いのも欲しいっていうんでしたのがああ、一つ黒ですけもいいど。ですね。だって、自分が言ったんで、それはそんな。一応まあ、文字のところはともかくとして、ロゴマークですね。これの解説をしておきますと、はい。ポンデリングでしょうね。まあ、命の輝きという説もありますが、あ一応ですね、これは斜めに線対称になっておりまして、あ。おお、難しい。ね、立てればよかったのにねって感じですけど、まあ、斜めああ、にまあ線まあいい対で称す。になってまして、しかも同じ色のところが相似であると。ああ、フラクタルになってますか？フラクタルではないけれど、あ、そうなの？同じ？だから黄色同士は相似。同じ形。赤同士も同じ形。フラクタルじゃなく？そうなの。そうなんです。でもって、なんか、週刊ウニュート来た後のびっくりマークにも見えると。びっくりマークね。あ、わかります。そういうような、図柄を考えまして、はい、ありがとうございます。今後使っじていただけゃあ、れば今と。回からこれを使っていきますんで、まあ、黒にするかをちょっと合わせて、赤にするかを合わせてみますけどね。はーい。ということで、じゃあ今日はこれで、じゃあ、登録を、あ、ごめんなさい。YouTube のベル登録。通知も、ベル通知もオンで。何でしたっけ？ベル通知。なんかだから更新したらお知らせが来るやつですね。ああ、そうなの。ああ。そうだ。だから、毎週動画を作るという、案を出して毎動画を作週るというつって、ね。なんか今週あたりはもうちょっとなんかいっぱいあげちゃいそうですけど、まあまあ、はい。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。じゃあ、一旦これおし、あ、今回はおしまいにしましょう。はどうもありがい、とうございましどうた。も。